東京大学の相田拓三教授と学術支援専門職員の柳沢優さんなどが割れても押し付けると再びくっつく特殊なガラスを開発し、先日アメリカの学術雑誌サイエンスに発表しました。ガラスは通常割れると分子同士の結びつきが切れてしまうため、一度溶かさないと再利用はまず難しくなっています。そこで相田教授のグループは新素材のポリエーテルチオニオ素でガラスを作成、割れ目同士を押し当てると常温でも最短で30秒ほどでくっつき、1、6時間後には割れる前の強度を取り戻すそうです。海外ではスマホの画面割れなどをなくす革命的なガラスと紹介され、多くの外国人に驚きと夢を与えています。関連記事に寄せられた反応をまとめましたのでご覧ください。